役者が揃ったみたいだから、早速。おや？もう一人の司会者が来てないじゃないか。ふんふんふん。おんどりは早起きしないといけないし、山柄は夜には寝ちゃうけど、往生堂同士たるこの風太郎は、お呼びとあればいつでも来るよ。もう2日目だぞ。いつまでその大げさな前工場をやるんだ。いやいやいや、パイモンは分かってないね。別に私のためにやってるんじゃないよ。こちらの特別ゲストをお迎えするためなんだから。風同士の奇声雄大なやり方にはいつもながら感心させられる。おや、これはこれは本当にサプライズだね。これは勝利先生、ご無沙汰しています。ゆくあき様、こちらの勝利先生とは名の知れたお方なのでしょうか。ああ、勝利先生はあらゆる分野において深い造詣を持ち、霊ゆえ校でも指折りに人望の厚いお方なんだ。ではでは紹介するね。この人は往生堂の家系勝利さんだよ。上は天文、下は地理まで古今文化四化転籍何でも知ってると言っても過言じゃないの。まあ私の部下とはいえ実力は申し分ないからね。今回はわざわざ審査員として来てもらったってわけ。過分な言葉だ。俺は古い詩をいくつか知っているに過ぎない。これからする論評に異論や誤りを見つけたら、ぜひ遠慮なく指摘してくれると嬉しい。はいはい、そんなに謙遜しなくていいから。緊張してるのかなって思われちゃうよ。思うがまま遠慮なくコメントしてくれていいからね。ああ、そうさせてもらおう。ではどれどれ。1234。どっちのチームも人数は同じみたいだね。え、私も数に入ってるの？ふん、わかった。あなたを助けると思ってやってあげるにゃ。フォンテーヌから来てくれたお友達もいるし、名前は三国シーカー握手館覧会に変えた方がいいかもね。そんでもってよく見たら、パイモンをそのまま一人分でカウントしちゃうのはどうなんだろう。旅人チームが若干のハンデを負うことに。この同種が参加しよっかな。大事な時にちょこっと手伝うくらいなら皆さんもいいでしょ。もちろんだ。賑やかであるほどみんなが楽しめるんだし、それは風同士だって例外じゃない。それじゃあ決まりだね。観客の皆さんも好きなチームを応援してください。
あ、僕が点数をカウントするってことでいいかい？ああ、そんなのいらないって。チームを分けたのはあくまで形式的なものだよ。友人同士、競争関係なんてないんだから。ね、勝利審査員。同志の言う通りだ。モンドやフォンテーヌの友人たちにリーウェの確率や規則を強いてしまうのはいささか窮屈だろう。握手歓談会である以上、インスピレーションを始まりとし歓談に落着すべきだ。おのおの思う存分楽しんでくれればそれでいい。よかった。ドキドキしていましたが、ルールが厳しくないようで助かりました。あらら、司会のセリフを審査員に取られちゃったよ。じゃあ司会役はこのままウェンティさんにお任せしちゃおうかな。もちろんいいよ。